ナ村ラコンサドーレー負けました。三対ゼロ。<laughs> 名古屋グランパス戦第二十二節。はい敗戦。敗戦と。はい。もうどうなってんですか。もう死にません。<laughs> あのー、立ち上がりはい。いきなり宮沢ミス。<laughs> まずあのシーンからも流れが良くないですよいやーちょっと良くないよね、うん、ああいうのを見させられると、うん、まああのー、な大丈夫かってなるもんね、うん、いやーもう非常にね見てて面白くないはい試合ですね、はい、もう無の感情で後半見てましたよ <laughs> あのもう一、まあ、失点、まあ、これからうん でも2失点、うん、ああもうこれ返せないなと感じてしまいますよね。<laughs> うんまあ後半の立ち上がりなんかちょっと押し込めてたりもしてけど、ね。確かに確かに。ああいうところで1点取れてるとまた流れで変わるけど、ね。押し込めてても、押し込めてもないか。あの,あの、こういシュート打ててないのよ。うん、崩せてないのよ。別に押し込んでる感じはあるけど。それはダメだよね。 なんかせっかく若手が頑張ってさ、うん、まあ若手のミスだったらまだよしこれから成長の度合いもあるし得点に直結するようなミスとかね、うん、それは起こるけどさ、うん、まあ危ないシーンでちょっとミスるとかさ、うん、まだわかんのよ、うん、ちょっとベテランにそれやられちゃうとねもう誰に頼っていいかわかんないチームが確かにねいやうんもう若手 使おうぜ。まあ、全部。めっちゃ使ってるけどね。まあね、<laughs> 多分た、半分ぐらいは若手だけどね。うん、いやー、もう全員さ、全員若手。フジレンとか何やってんだよ。<laughs> フジレン使おうぜ、もう。藤ン段崎とかみたいな。<ー>段崎の位置ってまあ、菅とかも若いシャドウは、まあでも、小前に変えてとかね。そう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 。うん、いやー、非常にねー、 今日何やったみたいな選手が多いわ。<laughs> 多いね。今日お前何やってたんだみたいな、まあえっと。もっとルーカスを高い位置で使わせてあげようぜ。ロペスにいいパス出そうぜ。<laughs> もう、もっと。うん。 前線の選手にさ、うん、1>, 1対1で勝負させれるボールとかさ、攻めてもうちょっとさ、うん、中盤で崩してから、うんうん、いいボールをあげるとかさ、うんそ,うね、そういうシーンすらないとさ、まあ後半最後ら辺ロペスにもうめちゃくちゃボール、無茶 <laughs> なボールとかも入れてたけどさ、うんうん、そりゃロペスだってもうさ、怒って適当なパス出しちゃうよ <laughs>、うん、もっと前半、触ってないんじゃないかってくらいパス来てたからね。<laughs> 触ってないよロペス、うん、いやーあのーまあサイドチェンジも全然ないですしね。いいねー。まあ前まあ、前のい。いい時のコンサートやっぱサイドチェンジでルーカスに渡ってルーカスが仕掛けてみたいなのが多かったじゃない。前の名古屋戦とかそういうシーンあってね、うん。そう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 。それがもうないからね。からっきしね。だからもう本当にブロック形成されたら本当 パスの出しどころがない、うん、無茶して変なパス出す取られるカウンター <laughs> どうすりゃいいのっていうもうキーパーもさ、うん、大学生まだ大学生の中野くんが出てさはい、はい、ね頑張って <laughs> 先輩のミスをカバーして1対1止めたりもしてくれてんだからさ、うん、もうちょっとキーパーを救ってくれよ <laughs> あんな悲しそうな表情させないでくれよいや何失点されてるのさ中野君出て <laughs> かわいそうだねうもっとさなんかもうキーパーに任せるようなシーンをさ、うん、そりゃ決められるよ経験ないんだしさ、うん、プロの速さにまだ慣れてないだろうしさもっとそのシュート打たせないとかさ<ー>頑張れよ 悲しいんだよ俺ら見て,て <laughs> いやその負けても別にね、うん、いそのしゃあないなっていうのはあるんだけど、うん、その別にいい攻撃できてないからね <laughs> 全くと言っていいほどうんそれが見えたらさおもろいおもろかったけどまあ負けちゃったけど、うん、まあ8月9月なんかそういう試合あったんじゃないいい攻撃できていうこっちがシュート20本ぐらい打って、うん、まあでも決定力不足だなみたいな。 そうしてくれよ。もう全然じゃ。もうグーの音も出ません。今節はもう忘れましょう。はい終わり。終わり。はい。ショセッションないないない。うんモムなんていないよ。うんそりゃまあ高見ねとか交代で頑張ってたかな。田中とかね。田中が結構一対一強くなってきたね。簡単に抜かれないというかさ。 ちょっとトラップでかくなったらボール取ったりさまあ縦パスつけたりそれぐらいですそう本当にそれぐらいかもしれないですはいはい、そんなもんでしたもう貸しませんの話にしましょうはいはい日曜日1時から貸しませんもう勝ってますからそうですね前前はね第何節めっちゃ早い第3とか4ぐらいのめちゃめちゃ早い時期でしょ 武蔵が決めてますあそう武蔵はもいない、まあ、<laughs> しかも絶不調の時の時ねねそうだ、ね、<laughs> ちょっとまだ監督の戦術がさ浸透していないぐらいの時の鹿島、うん、でもなんか今の鹿島なんかもうほんと鹿島らしい感じになってきたよね、うん、4 4 2でしっかりやる感じでしっかり上位に戻ってらっしゃいますから。うん 鹿島アントラーズさんで何か、まあ、その時はエベラウドとかさ、うん、全然あんまりっってなか,ったというか活躍できなかったけど、うん、今エベラウドすごいからねすごいですよ <laughs> <laughs> いやー怖いですよどうやったら勝てると思いますか鹿島戦鹿島ですか、はい、いやもう本当に自分たちのサッカーやるしかないんじゃないですかまあねそれは向こうは多分ブロックは硬いですよまあ もちうんもちろん硬、うん、いレベラウドとか前線にもいい選手がいる、うん、もうそれはもう我慢我慢我慢でチャンスで取るしかないでしょ <laughs> それしかないよまあやっぱりウィングがさ <laughs> その向こうは多分442とかで来るからさ、うん、ウィングで数的優位を作って、まあ、あと最後のあれだよね工夫だよね,だよね攻撃のところ <laughs> ワンタッチとかで。うん 抜いたりとか。そこじゃないですか、本当に。<laughs> はあ、本当。喋れなくなるわ、こんな負けてたら。<laughs> まあ、湘南に勝ってね。そうだね。調子は。あ、上がるかと思いきや、の、この試合ですからね。うん、もう今シーズンは、まあ、降格なくて、本当に良かったですよ。本当に。まさか、こういう結果になるとは思ってなかったね。 前半割と調子良かっただけにうだ、ねうん、今シーズンね、うん、だってなんかタカなんてさ、うん、そのいやー今年降格別にあってもよくないとかさ <laughs> なんか思ってたよ斐の,のチームはちょっとなんか来シーズンなんか勝ち点マイナス5とかさそれいらいしないとなんかよくないんじゃないのとか言ってたけどほんと々ですわ <laughs> <laughs> うーんいやー、うん、まさかこうなるとはむさしいソンニョンロンニンあとチャナティップチャナ,チャナさ、うん、チャナどうしたのいやわかんないんだよ怪我とか出てる情報出てない,てない遺跡すんじゃないのいやもう遺跡っぽいよねあ<ー>な遺跡臭い感じがするわうんやっぱりさなんか チャナね最初そんなゴール決めてないとかさ言われてたけどさやっぱチャナが降りてきてどれだけ攻撃を組み立ててくれてたかっていうとこがね最近如実に出てるわいややっぱ攻撃の時さまあ前線5人になるわけじゃらでこの5人の中で多分1人下がってこないとさ受け渡しができないわけよこの後ろからの中盤誰もいねえし今本来だったらねあの中盤に降りてくる選手が またボランチのもう一人、うんうんうん、うん、あのー、片方のボランチが中盤にいるはずなんだけど、ね、あんまいないんだよ。<laughs> いややっぱチャナの、片方のボランチはさセンターバックの位置でさ、うん、吸収されるけど、もう片方はここつなぎじゃん攻撃への、そ,ね、それがいないからね。まあもう自説、はい、期待です。あとなんかミドルとかも打ってください。前線が結構さライン引っ張ってる。 さあ中盤入ってダラダラパス。うん、まあパスをねつなぐっていう今戦術なのかもしんないけどちゃんと崩して。シュートとか打って警戒してセンターバック出てきたところパスとか、うん、そのパス一辺倒じゃないからミシアが言ってんのもそういうことじゃないでしょ、うん、別に、うん、チャンスがあって打ってさ怒るとかそういうことじゃないでしょ。打って警戒させてきたところを フォワードに入れたりシャドーに入れてそこからパスとかさなんかクーしてよいやーほんとねーあともう基本さ言うてブロック敷い,いてる時に崩されたりはね意外とないと思うよコンサ。 意外と。バラけてる時だもんね。そう。基本カウンターでやられてるから、そこ中盤で取られないか攻撃やりきれば、意外と失点してないのよ。ちゃんとブロック敷いてる時は。そういうのも考えて攻撃こうやってしてよはい、ということで、もう足しません。得点予想僕は1対 0! はい、よいしょそして注目選手は田中 うん、守備、頑張ってくれてます。はい、で、立てます。いいパスつけてくれます。そこから、ちょっと守備。うん、まあ、頑張ってもらって、うん、まあ、今日、田中良かったから、田中にしようかなと。なるほど。うん、いうところでございます。もうパパッと。はい。はい。ええと、僕の得点予想は。はい、お願いします。二対一、札幌。よいしょ。もう強気なサンざるとかも。言えない。言えない,言えない。もう。 言えなくなってる。で、0失点なんてもう言えなくなっちゃってる。<laughs> うん、ってなると、勝つためには2対1しかないのよ。<laughs> まず、平均失点が2点ぐらいいってるから、本当は3点入れないと絶対勝てないっていうね。うね <laughs> なあ、だからね、得点者予想の方は誰ですか得点者予想の方は、<laughs> はいはい、アンデルソン・ロペス。はい、ロペスは足元にいいパス出してあげてください。はい。はい、で、カネ 金子,金子決めてほしい、ね、まあちょっと今節悔しい交代ですから。ああそうですね。うん。来節やってくれんじゃないか。はい。はい。ということで、13日。あ注目選手の方。ああ<ー>、注目選手はロペスです。ですね、はい。ロペスがもう鹿島をめっためたにしてくれると。してくれ思ってます。<laughs> 感想ですね、ただの <laughs>。願ってます願ってますということで、日曜日鹿島戦、勝ってくれ、交差通れ 俺らはずっと応援してるんだぞそうということでまあコメント欄怒りのコメントでもお待ちしております、うん、そしてチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いいたしますということで日曜日の鹿島戦まで勝利を願ってしばしばお待ちをバイビー